今度はですね、2025年公立高校受験対策で、基礎計算、小問集合のね、練習をやっていく動画、シリーズ動画のね、第12回目でになりますね。第12回目はどこかっていうと、秋田県ですね。で、秋田はですね、15問の中から8問、指定の問題を解くっていう問題なんですが、一応ね、全部やっていこうかなと思います。で、まず括弧1ですよね。6マイナス 2×5 だから10で、答えがマイナス4になりますね、括弧1は。で、括弧には括弧を取って計算していく問題ですね。 5×x なんで 5x プラス 10y マイナス 2×4 ですから、マイナス 8x のプラスの 2y と。あとは普通に、計算ですよね。マイナス 3x のプラスの 12y という形になります。で、お次ですね。90を、素因数分解しなさいと。90ね、普通にやってってもいいんですが、こういう場合はですね、9×10 っていうふうに考えてもらって、3の2乗の 2×5 なので、答えとしては 2×3 の2乗 ×5 というふうに、出してもらえればいいかなと思いますね。色がなくなるとチカチカしちゃうんで、できるだけね、ちょっと余分なものを写しながらやらないとチカチカしちゃうっていう。で、括弧4番いきますね。で、括弧4番は、まずね、ここの計算をします。そうすると、3分の1割る2なので、6分の1になりますよね。で、x と y をそれぞれ1個ずつ減らすので、xy っていうふうに、まず まとめてもらって、あとは3とマイナス2を入れるので、マイナス1っていうふうに答えが出ますよね。で、お次ですね。ルート32っていうのが4ルート2になりますね。4ルート2で、ルート50っていうのが5ルート2で、ルート27が3ルート3になりますよね。なので、マイナスルート2プラス3ルート3っていうふうになります。この辺はね、もう中学3年生の2学期始まってますから、解けないとダメですよね。で、次に方程式ですね。小数の方程式なんで10倍してあげてください。で、8x プラス40の 15x マイナス9と。で、そうすると15引く8なので 7x。で、40と9を足すから49で、x イコール7っていうふうに答えが出るかなと思います。やばいな、チカチカしちゃうな。で、次、連立ですね。ちょっとね、わざと赤ペンも写してるのは、色がないとチカチカしちゃうんでね。6番、6番じゃないや。6番が終わって、7番の連立ですよね。で、これは普通に代入法を使ってやってった方がいいかな。y イコール 2x イコール7で、y に代入してあげて、5x プラス3括弧 2x、あれ、マイナス7。マイナス7だね。マイナス7イコール24。なので、11x のマイナス21の24で、11x イコール55で、x イコール5ですかね。で、x が5って出たから、10引く7で y が3。なので、x イコール5、y イコール3ですね。こんな感じで答えが出ればいいかなと思いますね。次が8番で、二次方程式ですよね。二次方程式。ちょっと紙引き返しちゃって。で、移行してですね、計算をやってっちゃった方がいいかなと思います。もうちょっと大きくしようか。チカチカしちゃうのは怖いんで。で、そうすると、
x の2乗マイナス 2x マイナス24イコール0で、x マイナス6と x プラス4で因数分解してもらって答えは x マイナス4と6になりますよね。で、次ですね、右の表はこれですね、9人の得点であると表をもとに箱ひげ図を書くと右の図のようになった AB の値を求めろ、第一四分位と第三四分位求めろって言ってるんですね。そうすると小さい方からちょっと一旦並べ替えてみます。もうちょいこっちにするか。小さい方から並べ替えてみると599で、その次が13かな。13、14、15、16、17、20と。で、1、2、3、4、5、6、7、8、9と。で、第一四分位っていうのは、真ん中の数抜いて、ここで見るから、A が9になりますよね。で、次に第三四分位。は真ん中の数抜いてここで足して2で割るから、そうすると 16.5 っていう風になりますよね。で、次ですね、N の2乗マイナス 20N プラス91の値が素数になる自然数をすべて求めなさいと言ってるんですね。で、そうすると、これ、間違えた。N の2乗マイナス 20N プラス91。まあ、この91、これなんだ ?7 か ?7 だと、13と7か。N マイナス7と、N マイナス13っていうふうになるわけですよね。で、そう、条件がこれの値がですね、この値因数分解するとこうなるわけですよね。値が素数になる自然数 N をすべて求めろと言ってるんですね。素数になる自然数 N を求めろと。で、そうするとまず両方とも負っていう可能性があるから、ここで7プラスマイナスで考えてみようと。そうすると 6N イコール6を入れると、ここがマイナス1になって、こっちがマイナス7になるんで N イコール6は OK ですよね。で、8の場合はどうなるかっていうと、こっちがプラスの1になって8-13でマイナスになっちゃうんですね。で、プラスとマイナスだとこれマイナスの値になるんでよろしくないので、これはなしになります。で、次にこっちですよね。12を入れた場合、こっちがプラスでこっちがマイナスなんで14で考えます。そうすると N イコール14なので6と14ですよね。この2個になります。で、次のページいきますね。で、次は角度の問題ですね。ここからちょっとね、またちょっと、ちらつくのをやめてほしいのだが、ちょっと待ってくださいね。今準備、手を置いとかないとちらちらしちゃって見づらいと思うんで。で、いきますね。11番。右の図で二直線 LM は平行線である。この時、角 X。の大きさを求めると、そうすると同位角でここが68になるんで 68-25 で出ますよね。なので43度っていうのが括弧11の答えになりますよね。こことここ足したらここになるんでね。で、逆にここからここ引いたらここは出ますよね。で、お次ですね。右の図で4点 ABC、ちらつくな。なんかこれ入れたら落ち着く。まだか。この辺か。この辺にちょっと入れたら落ち着くかな。はい。ちょっと見ていきましょう。右の図で4点 ABCD は円周、
円王の周上の点であり、線分 BD は王の直径であるって言ってるから、とりあえずここ補助線引いて、ここ90度で、90引く28で6の、あ、6じゃねえや、2じゃん、失礼、2の62、ここが62って出るんで、そうすると円周角の定理でこっちが53なんで、62と53を足してもらって115度っていうのが、まあ x の答えになりますよね。12番の答えは115度ですね。円周角は中3終わりぐらいになってやるのかな。なんで、まだちょっとやってないかもしれないですね。うん。後でまた使うんでちょっと消しちゃいますけどね。うん。で、次ですね。13番いきましょうか。13番はですね、相似ですね。相似ももうちょい経ってからやるのかな、きっとな。うん。で、ちらつくのをやめてほしいのだが、やめない。まあ、ここら辺ちょっと色を入れましょうね。色を入れるとちょっと止まるので。ちょっと見ていきましょう。右の図のように三角形 ABC と三角形、ECD は合同な正三角形であり、点、BCD は一直線上にあると。点 P は辺 DE 上の点であり、点 Q は線分 BP とEC の交点であると。で、AB が7、EP が3の時、線分 CQ の長さを求めなさいと言ってるんですね。で、ここからはね、まだちょっとやってないところが出てくるとは思うんですが、まず、この BDP に注目してもらうと、これで全部合同な正三角形なんで、全部これ7センチなんですね。AB も BC も CD も ED も全部7センチ。で、ここが、3で、EP が3でもらえてるので、残りは4になるよね、と。で、BDP と、BC なんちゃらっていうのは、これ平行になってますよね、正三角形なんで。で、中点も通ってるので、ここの長さって中点連結定理で2になるわけです。そうすると3対2で、これが相似になるわけですよね。で、60度、60度、60度なんで、60度、60度、対頂角で、2角が等しいんで、相似になります。そうすると、ここの比っていうのが2対3になるわけです。で、あとは QC なんで、EC の長さが7で、5分の2のかければいいから、5分の2をかけてあげて、5分の14センチメートルっていうふうに、CQ の長さは出ます。うん。で、あと2問ですね。次ですね。ちょっと待ってね。で、右の図のように、扇形、AOB と直角三角形 BOC が同じ平面上にあり、OB6 センチ、BC10 センチ、各 AOB、AOB90 度、BOC、こっちですね、90度であると。扇形 AOB と直角三角形 BOC を合わせた図形を直線 AC を軸として一回転させてできる、立体の体積を求めなさいって言ってるんで、まあ、球と円錐のところが分かればいいわけですよね。で、6、6で、ここが10だっていうか、これ三平方を使って求めると8ですよね。まあ、あとは3対4対5っていう有名な三角形の比が頭に入ってるかどうかっていうのが重要なんで。で、あとはまあ、公式に合わせてやっていけばいいので、まず9の部分。半球なんで、6×6×6×3分の 4π×3
かける半分だから2分の1してあげて、6が1個消えて 36×4π ってことは、これ 144π になりますよね。で、次に 6636π かける高さが8になりますよね。で、水だから3分の 1π してあげる。あ、π はもうついてるか。そうすると、3とこれで12で、そうすると 96π。で、144π 足す 96π なので、0で1繰り上がって4で 240π ですよね。答えが 240π。これが14番の答えになりますね。うん、あ、映ってないか。240π という形になりますね。で、最後ですね。最後は、これ三角錐の問題ですよね。ちょっと問題の方をまず見てきますね。ちょっとこれ引こうか。引こう。うん。引いて、後で紙のスペース取って、ね、行きましょう。右の図のように三角錐 OABC、があると。三角形 ABC は直角二等辺三角形で、AB が6、BC が6センチと。で、各 ABC 90度であると。また、OA、OB、OC がすべて9センチなんですね。で、点 A から OB を通り、点 C まで最も短くなるように引いた線と OB との交点を P とする。この時、三角錐 PABC の体積を求めなさいと。で、まずね、これまあ、直角三角形を半分に、直角三角形の、三角錐なんですが、実際はね、これ直角出てるんで、四角錐、要するに一辺が6センチの四角錐をですね、半分にこう切ったような感じのものが残っているっていうのさえ分かれば、あとはそんなに難しくないかなと思います。で、まずどこから求めていくからっていうと、この O から下ろした垂線、まあ OH とでもしときましょうか。OH の長さを求めに行きます。で、これ三平方を使わなきゃいけないので、まず6で、この斜めが6ルート2っていうのは1対1対ルート2でルート2かけるだけなんで、まあ問題ないと思うんですね。で、その半分が3ルート2になりますから、9-3√2の2乗ですよね。で、これが OH の2乗になりますんで、81-18なんで、63か。63になりますね。そうすると、ルート63っていうのは3√7なんで、OH の長さが3√7になりますね。うん。で、あとはここの位置、点 P の位置が知りたいので、点 P の位置はどうやって求めるかっていうと、まあ、ざっくり書いちゃいますけど、まあ、999の66で、これが最短だって言ってるから、ここ直角出るわけですよね。これを開いた場合ね。で、どうするかっていうと、ここ X に置いてもらって、三平方でちょっと X をまず出しに行きますと。そうすると、6の2乗マイナス X の2乗イコール9の2乗マイナス、括弧、X、あ、違うな、9マイナス X か。9マイナス X の2乗で、ここの長さが、要するにこの PB ですよね。PB の長さが出ますよと。X は PB ですね。で、36-X の2乗で、81-81 プラス 18X-X の2乗で、81と X の2乗が消えちゃうので、そうすると、18X イコール36になって、X イコール2って出るわけですね。そうすると、ここが2って出ますんで、あとは、高さの比が9分の2になるっ
ってことさえ分かれば、あとは普通にね、計算式でも止まるかなと思うんですね。要するに 6×6 で底面積2分の1ですよね、三角形なんで。で、高さが3ルート7で、水ですから、3分の1してあげて、で、今9分の2だよっていうのが出たので、これで計算をしていきます。で、そうするとこれが2の2ってなって、残るのがまあ4ルート7っていう形になるのかな、計算すると、うん、なので、これが15番の答えになりますね。4ルート7、まあ立方センチメートル、まあ、つけて、まあ、もらっていいかなっていう感じですね。ちょっとね、秋田は毎年全部やると結構かかるんでね、問題厳選されてますけども、まあ、こんな形で解ければいいかなと思います。以上で解説を終わりにします。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価、コメント等いただけると、次の動画の作成動機になりますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。